こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はドラムの人からの質問3つと他の楽器の人にも関係のある質問3つをお話ししていきたいと思います。シンバルのお話、そしてバスドラムのお話ですね。そしてこれはねリアルで言われたんですけど、黒田さんのドラムの、ビデオ見てる人が多いからセッションに行くとみんなと同じになっちゃってワンパターンになっちゃいますっていうそのお話がいただいたんで、それは実はこういう風にするといいですよっていうお話を、ドラムのお話3つと、それと、キーですね、初めてピアノをやってみるんですけど、どのキーから練習すればいいですかっていうことと、あとポリリズムのお話ですねっていうお話を、2つぐらい質問いただいたのでやっていきたいと思います。はい、まずはペンジーさんからのご質問です。ライドシンバル K カスタムハイデフィニション、ライドの22インチをですね、中古で買いました。20年前ぐらいの備品ですが、それなりにくすみがあります。サビはありませんということですね。シンバルクリーナーで磨いた方がいいのでしょうか。音質が変わるとか賛否両論あるので教えてくださいということですね。僕はですね、シンバル基本的に僕は磨かないです。で、なんかこう多少なんかサビがあったりとかちょっとカビたみたいな感じの色って僕結構好きなんですよね。だからそれで、ライドシンバルって結構それでこうちょっと 金属劣化していらんところがなんか削ぎ落とされたみたいな感じの方が良かったりとかするんですけど、これやっぱ音質すごく変わるので、なんか中古で買ってきた時に昔ものすごくあの綺麗にするためにぐわー磨いたんですけど、全然思ってた音と変わっちゃって、本当に変わることがあります。ただそのね、鈴木博則くんにもね質問したんですけど、鈴木博則くん的にはやっぱり変わるから気をつけなきゃいけないのと、クリーナーは削っちゃうタイプと普通にちょっと汚れ落とすタイプと両方あるので、削らないタイプで軽く拭く分には、中古で、オールド K 買った時も、そのオールド K の職人さんがパーってこうクリーナーで磨いてみたみたいなんで、軽く磨く分にはちょっと綺麗にしたいなーって思う分ぐらいにはいいかなと思うんですけど、要はなんか研磨剤みたいなのが入ってるやつはやめた方がいいかもしれないですね。なのでその辺気をつけて、自己責任でやっていただければいいかなと思いますけど、僕は基本的には拭くぐらいはしますけど、基本的にはクリーナーでは磨かないです。はい、カルロスさんからのご質問ですね。黒田さんいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。動画のメルマガ勉強させていただいてます。はい、ありがとうございます。バスドラムのサイズについてお尋ねします。黒田さんはジャズもポップも同じカノープスのドラムを使用とのことですが、はい、そうですね、バスドラムのサイズは20インチくらいでしょうか。これ僕ね18なんですよ。で、ジャンルでバスドラムのサイズを変更されることはありますでしょうか。そうしようと思ってました。18インチと20インチを買って2つとも置いとこうかなと思ったんですけど、18インチだけ買って結局置く場所ねえな、狭くなるなと思って、ミュートかけたら結構ポップスもいけるなと思ったんで、なのでやっぱりちょっと軽い感じはするんですけど、結局サイズって何かっていうと、サイズのレンジで、このサイズだとこれ以上低音出ない、これ以上高音出ないみたいなところのこのレンジがあるんですよ。で、大きくなればなるほどこう低いところからこのレンジがこうなっていくじゃないですか。だから、どうしてもこれ以上の低音は似合わないみたいなのがあるんですけど、18インチってまあこれぐらいでしょ。普通にこうドーンって叩いたら大太鼓の感じがするじゃないですか。なので僕的には18インチで十分だなと思ってるんですけど、やっぱりなんかもっと低音で どこどこ行きたいって思ったら、やっぱり20インチか22インチぐらいかな。僕26インチとかって使う、だからすごくこうインパクトは出るとは思うんですけど、結局バスドラムのパンチって要は音量のこうバランスにもよったりするんで、うまく調節すれば別にそのサイズはあれこれ変えなくてもいいような気がするんですけど、そこまで僕は大差がないかなとは思ってますけど、基本ね楽器ってそうだと思うんですけど、自分のこだわりで自分が気持ちよくなれれば別にそれでいいと思ってるんです。だいたいそのシンバルですよ、オールド K 持ってるんですけど、普通に1枚25万とかするわけですよ。で、それ買ってきてすごい叩いた時にやっぱ感動したんですよね。やっぱりこんなにいらんとこが削ぎ落とされててこんないい状態なんだと思って、ちっちゃい音も大きい音も表現力の幅が広いし、こんなにいいんだと思って叩いてて、でその時一緒にやってた有名なサックスの人に、どうする、僕シンバル変えたんですよって言ったら、チーンって聞こえるなって言われたんですけど、チーンってまた表現があまりにも、どうかなと思ったんですけど、でもその
他の学科からするとそこまでではないんですけど、自分のモチベーションの中でいいかどうかっていうのはあるかなとは思います。あと録音するときはね、ちょっとそのサイズ感っていうのがまああったりするかもしれないですけど、基本的には僕はバランスでやりくりできるとは思ってるんで、音量のバランスでねやりくりできると思ってるんで、僕はそこまでは考えてないです。ほとんどのサイズのバスドラを持ってるってことですから、いろいろ試してみるといいかなと思いますね。バスドラ全部持ち込んでいろいろ試してみて、あ、ここどこがいいなっていうのを自分でこう丸一日とかかけて見つけていけば、多分、カロスさんのすごく強みになるじゃないですか。俺バスドラに関してはすごいこう知ってるぜみたいな感じになると思うんで、ぜひ試していただいて僕に教えてくれると嬉しいかなと思います。だから吹奏楽とかポップスとかジャズとか、僕はまあ基本的にはチューニングでなんとかなるとは思ってるんですけど、どうしてもこういう定期が欲しいって思ったらバスドラ借りたりするかもしれないですね。なので今んところ自分のイメージするとこは18インチで全部出るなとは思ってるんですけど、はい、いろいろ試してぜひこれは譲れないみたいなのがあったらぜひ教えてください。ありがとうございました。セッションに行くと黒田さんのフレーズをみんなやってて使っちゃってるから、なんか自分はなんか使えなくて結局失敗しますみたいなメールをいただきました。それってね、多分リズムで考えてるんですよ。例えばこのタタタンタタンっていうフレーズがあったとして、ここをタタタンタタタンタタタンタってやってたら、その歌い方って1種類しかないわけじゃないですか。じゃないですか。でもここはドゥベデブデブデブデュダダウダブデブダっていう風に歌ってたらやっぱりちょっと違うし、実際その前のフレーズの上の句がギターがやってて、ダブレテゲデテベレテベレレレルデデンデベデンルデデンデデデンダっていう風に叩けば、やっぱりその前の上の句を受けて音程が乗っかって聞こえるんで、それを別に他の曲でやってタタタン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 タンでやったからって言って、別にこれが同じフレーズだって思う人は多分ドラマーしかいないし、ドラマーもちゃんとこうアクセント抑揚がついてたら、あ、なるほど、あのフレーズに対して歌ってるんだなっていう風に。全く初めてやる人はこれぐらい簡単だよっていう風に言ったんですけど、上達してきたらそのフレーズでこう要は抑揚つければいいわけですよ。タタタンタってフレーズがあったとして、要はやり方はあるわけじゃないですか。上げたり下げたり、もちろんこうやってオーケストレーションって言って、タムに移動すれば音程は当たり前で変わって聞こえるけど、じゃあハイタムに行ったら実際ハイタムの音しかこのターンっていう音しか聞こえないかと、ダダダンドドドンドっていう風に考えたら、そんなドラムのフレーズでそのいわゆるスイッチを叩いてみるみたいに、ね、要はで昔の電子ドラムみたいにタタタンタトトントトトントトトントンっていう風に叩いてるだったら、まあ要は前の人と全く同じになるんですけど、どこで使うか、抑揚、それを、どうやって引き伸ばしてるか、それをどういうふうに裏表ひっくり返してるかとか、まあ、いろんな、こう広げ方があるわけじゃないですか。なのでタタタンタっていうフレーズだけで多分、まあ、30分ソロやれって言われたら、それをモチーフにタタタンタで30分やろうと思って全然できると思うんですよ。なのでそういうふうにタタタンタを普通のっていうふうに全部フォルテで叩くんではなくて、中間的なこう音色みたいなのも全部含めて、でもしかもタムとか移動したりとかクロススティック入れるとか、ポール・モチアンなんかは普通ってやってるやつをハイハットでやったわけですよ。ポール・モチアンとかトニー・ウィリアムスからこういうハイハットを裏拍に使うっていうのが始まってて、まあ誰が始めたか分かんないけど、つまりこう裏拍っていうのはもうバスドラっていうのは、これロイ・ヘインズのフレーズ。ロイ・ヘインズがね、バスドラなしでライブやってたって言ってたから、バスドラなかった頃に多分ハイハットでこの裏拍踏んだと思うんですよ。
なのでもしかしたらロイ・ヘンズが始めたのかもしれない。これはロイ・ヘンズから聞いたって大阪さんが言ってました。なのでバスドラがなくてハイハットとスネアだけでライブやってたんだよっていう話をしてましたけど、お金がなくてね、っていう話を直接聞いたって言ってたんで、そういうこともあるかもしれない。だからそうやって別に表現力っていっぱいできるんで、なんかその音符にすると一緒なんだけど、その音符をどう料理するかっていうのが一番大事なんですよ。演劇というか、例えばもしあなたが役者さんだとしてですね、役者さんっていうのは言葉をたくさん知ってる人が役者さんになるかって、そんなことはないじゃないですか。役者さんって一番大事な何かって言ったら、ありがとうって言葉でいかにその前後の流れをこう表現するかっていうのが大事なわけじゃないですか。で、台本書いてあったら台本は10人読んだら10人とも違うわけだし、10人とも演じ方は違うわけじゃないですか。アップルのシリに呼ばしたらね、全部同じになっちゃうわけですよ。だけどこれは人間だし、いろんな抑揚つける、だからそこにこの腕があるわけじゃないですか。だからドラマーとしてそのタタタとタタタとを一種類しか叩けないっていうのは、まあこれは要はジャズドラマーとしてはちょっと問題があるかな。そこら辺頑張って練習してみてください。はい、アンパンさんからの質問でございます。全く初心者がですね、ピアノでスタンダードのメロディーだけでも、コードを鳴らして両手で弾けるようになりたい場合、C のキーから覚えるのがいいか、 F のキーから入るのがいいか、違いはありますかということですね。これは僕は C がいいと思ってます。理由はですね、理論を全部 C で僕考えてるんですね。で、in C で考えた場合、E だと3度ってすぐ出てくるし、 F だと4度ってすぐ出てくるじゃないですか。で、難しいキーになってくると3度とか4度っていうのがちょっとパッとコード見ただけでこれ何度だって分かんなくなるんで、なので僕ベース練習してる時もそうなんですけど、必ずその曲のいわゆる、その曲のキーでやって、 F だったら F でやって、そのキーをもう一回 C でもやります。で、 C でやると、ああそうか、度数こうで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 、でもう一回そのキーに戻るみたいな感じにして練習してますね。なので F からやった方が黒鍵があるから、その黒鍵を軸に弾きやすいっていう人もいるんですけど、ピアノの場合はね。だからそれは別に F がやっても全然おかしくはないと思います。ギタリストでですね、ブルースギタリストでずっと、まあブルースギターってほとんど曲が F じゃないですか。だから F の曲バーって覚えてて、で F で度数を覚えちゃったから、その曲キーが F だと、あのコード何って言われてですね、普通はドレミファソラシドのキーが C で移動するんだけど、だから移動ドって言うんですけどね、ドが移動しちゃうから移動ドって言うんだけど、その人のことを僕たちは移動ファと呼んでいました。そういうことがあるんで、だから F から始めてる人もいるので、 F の方向が良ければ全然 F でもいいかなとは思うんですけど、まあ確かにね、ジャズの場合はなんで F がいいかっていうと、 F の曲が多いですよね、実際にね。僕は C とそのキーの曲をやることをお勧めしていますが、それはお人によると思うので、ただ、前に昔僕使ってたピアノのやつは、全部キーが C でやってあって、全部。で、アナライズも全部 C でやってあって、3曲あってね。で、その3曲を覚えて、で、それをいろんなキーで練習してごらんみたいなんで、C で考えると、度数がパッパッパって、さっきの曲だとこの度数で、この度数でっていうのを説明しやすかったみたいで、すごくわかりやすかったですね、その教本はね。なので、C がおすすめですけど、F でやることもやぶさかではないって感じで考えております。はい、試してみてください。ありがとうございました。なおさんですかね、の、ご質問でございます。ポリリズムの場合は元のリズムの、拍頭は常に意識しますかってことですね。ポリリズムっていうのは、ポリリズム、ポリリズム、あれもそうですね、あれ5拍子でしょ。で、あれポリリズム、ポリズリズム、ポリリズムってずれていくからかっこいいんですよね。で、それぞれのリズムの頭拍が出会う場所を目指して独立したグルーブを、意識しますか。で、それもします。なので、例えばヘミオラだとタン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 っていう風にやりながら、タンパンタンタンってそっちに意識して、そっちでグルーブさせるっていうのにも意識します。特にバンド全員のリズムが新しいリズムになっているとき、全員でね、そっちに行った場合はですね、それをやることももちろん考えます。また、例えばずっと4拍子だけど、フレーズが、6拍、7拍、9拍みたいなときもずっと4拍、4拍子を意識しますか？よろしくお願いしますってことですね。基本は必ず4拍子の頭を意識してます。で、1、2、3、4って数えてるっていうか、全音符で考えてる感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォー、スリー、ツー、スリー、フォー、フォー、ツー、スリー、フォーみたいなのはやっぱり横で考えてますね。
昔ジャズで流行った時に、要は1拍半のビートにいきなりチェンジして、戻る時は1拍半から2拍3連で考え直してもう1回戻る。だから最初から出てきた四分音符をずっと感じてるわけじゃなくて、完全にリズムチェンジしてしまうっていうアレンジももちろんあるんですよ。だからそういう風に意識して、もうそのスイッチしたらそのままそっちのビートでずっと考えて、で戻す時にまた逆の戻す時の考え方で戻すみたいな考え方をすることももちろんあるんで、絶対一概には言わないですけど、ただ4拍子の上でアドリブで7とか8とかにやってる時はどうですね、だからもうケースバイケースですね。失ってもその7拍子の方に寄っちゃっても元に戻れるんだったらそれで全然構わない気がしますけど、ただそのアドリブで誰かが3拍フレーズやり始めた、アドリブで誰かが5拍フレーズやり始めたの場合は4拍子の上で考えてやってるので、だから4拍子は感じながら上で1拍半の意識を強くしていって、1拍半のグルーヴ感を、要はズレを作っていくと、めちゃくちゃそのグルーヴするよねみたいな、グルーヴもするし、とてもこう難しい玉乗りしてるみたいな感じになるよねみたいな感じですね。ちなみに僕が自分のバンドでやってるやつですね、これ3拍子のメトロノームの上の前4拍子でやってるんですけど、3拍子はちゃんと下で聞こえてる上で、4拍子の上で相手のフレーズに合わせてこう溜めたりとかもやってるので、ちょっと見てください。やっていくとより難しいけど、 でもこれをやることによって、なんかこう今みたいなこの溜めたりとかできなくなるぐらいだったら、もうリズムチェンジしてみんなでその拍子で頑張って楽しんでみたいな、で戻ってくるときは逆算して考えて戻すみたいな感じで全然いいんじゃないかなとは思いますが、それはもうね、バンドのコンセプトによって違うんですけど、根本ジャズの人たちっていうのは基本的には四分音符は数えてるっていうのが基本ではあるんですけど、でも今まで見た中でスイッチしちゃったらそのスイッチのビートをコアリズムで考えてるっていう人が多いですね。ただアリホニヒっていう、ドラマーが、出してるビデオではもうとにかくここがリズムで、でもコアリズムをこの上にとってそれを強く強く出していくんだけど、こっちは感じててどっちも感じてるんだよ、だから面白いんだよみたいなね、なんかその ポリリズムっていうのは騙し絵みたいなところがあるじゃないですか。なのでこっちも見えてこっちも見えて、で自分も同時にどっちも感じてるっていうのがめっちゃ気持ちよかったりするんですけど、頭がこんがらがってくるみたいなところがあるんですけど、すごく上手い人だと本当にこのリズムのレイヤーを4つも5つも持ってってね、ショーターバンドとかそうですけど、でどっちにでもシャ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 ってみんな乗り換えていって遊ぶっていうことができるんですけど、まあまあ2つ3つでできればもう十分だと思うんで、ぜひそういうふうな、まあ、考え方としては絶対に感じなきゃいけないかってそうではないけど、まあ、感じれた方がより、なんか新しい境地にはいけるっていうイメージで考えてください。なのでついでに、もう一人の方はですね、エッジさんからの質問です。難しいリズムやドラムソロの時でも小節の頭でカウントせず、裏拍で取った方が望ましいでしょうか。で裏拍でこうやってリズムを取るっていうのは、まあ、ハイハットがそういう風にするんですよね。で難しいリズムになったら表拍で取ることはよくあるかな。で
裏拍のリズムを強調するとビートって前に進むんですよ。で、表の箱で取るとビートって安定するんで、なので、例えばカウントベーシービッグバンドのジョン・クレイトンさんがやってる、ね、ビッグバンドでワークショップで行かせてもらって、なんかいろいろその見せてもらったこととかね、体験叩かせてもらったことがあるんですけど、その時にね、すごく気づいたのは、メロディーのフレーズを演奏してる場合は、表箱をやって大きく溜めたりして吹いてる人と、ビートを出すフレーズ、ダッツダッツダッツダみたいなやってる人は結構四分音符を踏んでたり裏拍を踏んでたりする人が多かったですね。なので同時に表拍踏んでる人と裏拍踏んでる人がいて、で、あ、そういう風に感じてるんだなみたいな。で、やっぱりこうメロディーのリズムってこうそのリズムの位置の関係が僕はちょっと違ってると思ってて、それが同時にこう重なるからそう膨らむみたいなところがあって、どっちが一方によっちゃうっていうのはなんかこう単調になっちゃうと思うんですよ。だからこっちが守る人とこっちが守る人みたいな、でその中間がいたりとかするから、すごく音楽が膨らむって僕は思ってて、メロディーの方が僕は後ろにいると思ってて、リズムは前にいて、で、メロディーの一番最後ろの方をドラムも左手でメロディー叩くときは合わせていくみたいな感じで考えてるので、そういうふうに考えてるので、なので、表で取っちゃうこともよくあります。なので自分が取りやすければどっちでもいいと思います。だから裏拍で取るっていうよりかは、ただ小説の頭とかを結構意識してるんですけど、難しいフレーズやってる時も。だけど、こう、裏拍で取るっていうのは絶対じゃないと思うんです。ただ、ハイハートでずっと裏拍踏んでたりするじゃないですか。あれも無意識に踏ませてるんで、手でやってて難しくて分かんなくなって、左足見て戻すってことはよくありますね。だから、こっち左足はもう自動的に打ってるから、だから左足、どうせみんなここ聞いてるから、こっちだから、あれどっちが裏だっけ、表だっけって思って、ああ、ありがとうありがとうって思うときはあるぐらい、それぐらい左足ってこう独立しちゃうんで、だから左足はこう独立させといて、上で大きく歌ってるってことはよくあるので、そういうふうにもしていいかなとは思います。はい、ありがとうございました。はい、本日の、内容いかがだったでしょうか。面白かったとか役に立ったとかですね、何かあったらコメントに書いていただけると嬉しいです。そして、よかったらいいねマークを押していただいて、メルマガを、ね、撮っていただけると、見逃しがなかったりとか、資料なんかもダウンロードできるので、こちらの詳細欄から、登録しておいてください。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。